この頃弥太郎は後藤に決裁を仰ぐため大阪に滞在していた。大汗かいって何事ですろ。弥太郎、龍馬が死んだ、暗殺された。坂本さん、一緒に世界の海援隊をやるがやなかったがか。共に夢を語り合った龍馬はもういない。どうせわしと世界の海へ繰り出せんかい。わしがやる気。海援隊の火を消すわけにはいかん。坂本さん、恩師の意志わしが受け継ぎます。弥太郎は決断した。龍馬暗殺の翌月、薩摩長州は王政復興大号令し新政権を樹立。翌年1月、不服として挙兵した旧幕府勢力を倒し、4月には江戸城を接収。明治新政府の時代となった。時代の流れに抗えず、海援隊は解散せざるを得なかった。弥太郎は矢も盾もたまらず駆けつけた。三月ばかりやったけんど、坂本さんには心底惚れ込んだっちゃ。のなたはまっこと残念なことです。ええ、拙者も同じ思いです。長岡君、行くあてのない大使はぜひ土佐商会で引き取りたい。 ありがとうございます。これはお前が持っていてください。わしが？きっと坂本さんも喜びますき。ありがたく頂戴するせよ。明治2年、海援隊を引き取った弥太郎は大阪の土佐商会で責任者として活躍していた。そして翌明治3年、社名をつくも商会と改め、海運業にも乗り出した。つくもは土佐湾の別名、つくも浦にちなんだものだ。さらに明治4年、弥太郎の今後を決定づけたある出来事が起こる。廃藩事件。そう、土佐藩は消滅、とうとう武士の時代は終わるがや。おいだら後藤様、このつくも商会はどうなるかぜ。弥太郎、御師がこの際社長になって土佐藩の船やら一切がさい引き継いでくれんか。しかし、そりゃ船は魅力やけんど、支払いがまだ4万両残っちょりますろうが、それも引き継げいう話ですろう。4万両、普通なら尻込みする額だ。だが弥太郎は闘志が湧いてきた。わかりました、やりましょう。そうか、恩師ならやってくれると思うちょったぜよ。そして明治6年3月、本日より社名を三菱商会に変更する。社章はこれじゃ。土佐藩主山口家の家紋三ヶ島を近代的にしたデザイン、それを岩崎家の家紋三海菱に近づけたという説もある。将来はサンフランシスコとか海外に航路を開設したい。わしの船は地球をぐるり横断して世界中の港に日の丸を掲げるかじゃ。
こうして弥太郎は海援隊の継承へ向け舵を取った。龍馬の理想へと続く大いなる船出であった。大きな男性ですね、あの志が。ここからはですね、三菱の歴史を研究され、はい、三菱市のアナリストとしてご活躍の成田誠一さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人が出会ったというところが歴史の面白さだろうというふうに思うんですね。というのはやっぱり地形的な問題があって、土佐藩というのは北側は四国山脈ですよね。で南側は太平洋ということで、よく高知の人はね、高知の向こう側はアメリカだからって言い方しますよね、うん、とにかく彼らはその南を見て、海の向こうにはその広い世界があるんだということをね、小さい時から思ってたわけですね。成田さん、岩崎弥太郎は最下級の武士だったわけですよ、はい、よく這い上がりましたね。やっぱり幕末ですからね、多分平和な時だったらそういうことはなかったと思うんですね。各藩ともね、もう何としても有能な人材を引っ張り上げないことには生き延びられないわけですね、はい、そういう中でたまたま岩崎弥太郎の場合にはこれはもうどうにもしょうがない武士の一番下の階級だったわけですけれども、はい、そこから這いずり上がったわけですけども、お母さん何言ったかっていうとね、もうこんな生活ね、食うや食わずの生活嫌だろと、弥太郎やと、こっから抜け出るのは坊主になるか勉学に秀でるかどっちかしかないんだよ。それで何つったってガキ大将だった弥太郎ですからね、そうかと勉強かということでね、まあ言うなればお母さんにうまく乗せられた部分あるわけですね。それからもう必死になって勉強するわけです。でも勉強もできて、しかも気も強い男性なんですね。で岩崎弥太郎のすごいところって何かっていうと、確かにその勉強に対するその集中力っていうか、はい、と同時にその気の強さというか、その判断力決断力みたいなものがあったわけですね、はい、でたびたびいろんな不遇になるわけですけども、その都度その、そういった状況をね、そのプラスに変えていくという、多分平和の時代だったらね、こういう跳ね返りはね全然ダメだったんですよ。やっぱり社会変革の時期だった。なるほど。だからこういう人がね、このグイッグイッとこう伸びていったということが言えるんじゃないかと思いますね。さて岩崎弥太郎は三菱商会を誕生させて海運王を目指しますが、大変なピンチに直面します。これらは明治時代の芸者のブロマイド、全て弥太郎の遺品で100枚以上あったという。一体何に使ったのか。これらは明治時代の芸者のブロマイド、全て弥太郎の遺品で100枚以上あったという。一体何に使ったのか。大久保様、今宵はどの子がええですろう。おいは金王女がよか。はい、おかみ、そのことこの子じゃ。時の権力者に接待攻勢をかけ、商売に役立つ情報を得ていたのだ。そんなある日、政府高官となった後藤から重要情報がもたらされた。日本国郵便蒸気船会社、外国の海運業者に対抗するため政府が肝入りで作らしたまっこと巨大な海運会社だよ。気をつけんとわしらの顧客も奪われかねませんの。あいつらは船を15、6隻も持っちゅう国内一じゃ。わしらは2隻。これでは勝てんの。船をあいつらに売って別の商売したらどうぜ。いや、わしは逃げん。社員一丸となって戦うだけですきに。本社相変わらずやの。果たして巨大な国策会社に対抗できるのか。弥太郎は一計を案じた。ここが右入社。三菱